ハボックフィジクスはアイルランドのハボック社が開発した物理エンジンミドルウェアである。コンピュータゲーム、ビデオゲームにオブジェクトと他のキャラクターの間でリアルタイムの相互作用をもたらすために制作された物理エンジンである。ダイナミックシミュレーションを採用することでハボックはラグドール物理のようなより実物そっくりな世界とアニメーションを実現する。 ハボック社は他に、ハボックアニメーションスタジオ、ハボック AI などの物理エンジン以外のミドルウェアもリリースしている。2007年9月14日にインテル社に買収され、2015年10月2日にインテル社からマイクロソフト社に買収された。ハボック SDK のバージョン1.0は2000年のゲームデベロッパーズコンファレンスにて公開された。 それ以来改良が加えられ、ハボックバージョン5 0は2007年9月にリリースされた。このエンジンのソースコードは、ライセンス締結の後に配布され、Windows、Xbox、Xbox360、Xbox One、Nintendo GameCube、Wii、Wii U 及び Switch、Sony Computer Entertainment の PlayStation2、PlayStation3、PlayStation4、 プレイステーションポータブルおよびプレイステーションビータ、アップルの MacOS 10、そして Linux 用のソフトウェアで採用が知られている。エンジン自体は C 言語および C で記述されており、エンジン中枢以外については C 言語および C と互換性のあるコンパイラシステムに十分な過半性を持っている。2000年に SDK が立ち上げられて以来150を超えるビデオゲーム。 コンピュータゲームで使用されている。それらのうちで主になるのは、モノリスプロダクションズの FEAR、2K マリンのバイオショックに、エレクトロニックアーツのバトルフィールド1943といった、ファーストパーソンシューティングゲームである。その一方で、THQ およびレリックエンターテイメントの、カンパニー・オブ・ヒーローズ、UBI ソフトの、アサシンクリード、 ブリザードエンターテイメントのスタークラフトに2、ケ k ゲームズ及びベセスラソフトワークスのザ・エルダースクロールズ4、オブリビオン、フロムソフトウェアのデーモンズ、ソウルズ、カプコンのデッドライジングに及び、ロストプラネットエクストリームコンディション、エレクトロニックアーツのデッドスペースにといった、ファーストパーソンシューティングゲーム以外のジャンルでの採用例も存在する。 また、オートデスクの 3DS Max に搭載されている、リアクトルプラグインでも使用されている。オートデスクのアニメーションソフトウェア、マヤのプラグインや、アドビディレクターのショックウェーブのためのエクストラ、プラグインにも採用されている。ハボックエンジンは、メタバースセカンドライフでも採用されており、2008年4月に、ハボックバージョン4、2014年に、 バージョン2011.2を導入した。仮想空間の中で物理エンジンにより動作するオブジェクトの作成が可能となっている。ありがとうございます。